久保さん今回語ホにしましょうか。ファンセント・ファン語ホまあ語法っていう漫画家すかね。何も後悔することがなければ人生はとても空絶なものになるだろう。空絶、空虚、空虚のものになるだと。空虚って難しいですね。物事の内容を成す価値、あるいは心のよりどころは何もないこと、空っぽ。 まあこれは、まあ、余沢さんがね、あの昔その、まあ、深く後悔して、深く反省して、どうのこうのやれば、あの成功すると思うよみたいな動画がね、もう8年前ぐらいですか、結構前にね、多分、与沢さん、だから10年前か、与沢さんが結構、その、一番最初、あの、株のスクール、プロモーションで売ってた時の、なんか、プロモーション動画の一部で、なんかそんな動画をね、アップしてたような気がするんですけど。 まあ深く後悔すればどうのこうののこみたいななんか後悔しない人生を送りましょうっていうのがまあ一般的なベターななんかあると思うんですけど逆を言うと後悔した方がいいと思うんですよね <laughs> 僕も後悔があるからこそ今があるし、えー、なんですかねうんまあ久保さんもねよくこれ億万長者合宿で精通するんですけどやっぱその 人を雇うっていうこと人を人に人を雇うってことは人を頼る頼る従業員を雇うってことは従業員に頼るっていう部分もやっぱ出てきちゃうんですよね従業員雇っても従業員を全く頼らないんであるならば雇ってる意味ないし自分でやればいいって話なんで雇うってことはなんかその従業員期待するだったりとか期待する気持ちだったりとか頼る気持ちだったりとかやっといてねみたいな話なんで。 うんそうするとまあまあんま僕は結局なんか自分の成長的には、まあ、人それぞれかもしれないですけど僕はあのやっぱ孤独が最強っていうだから久保さんがねマージャン店をこうなんだ一人でこう片付けてる時の気持ちってすごく分かってあ結局一人なんだなみたいなね <laughs> 他人はやっぱ他人ですからねうん 十何年ですかつ使えてきたというか会社のために身を削って十何年働いてきて多分まあ僕以上に働いた,いたブースアップ立ち上げ当初からね会社大きくなるまでずっとやってるのは僕一,人で僕一人でしたしまあ本当に会社のために頑張ってきた自負は僕はあると思いますしだけど辞める時にまあいろいろありましたけどもああやっぱそうかっていうね だ僕がねすごくもうあれだすごい思ったのがややめた後とですよねやめたあとも <laughs> まああんまり細かくは言えないですけどもまた300万請求されるっていう、ね、350万だった300万ぐらい請求されましてやめて半年ぐらい経ってからかなこのお金は何なんだみたいな <laughs> うーんそう 別にそのお金も別に僕が横領してなんか使い込んだわけでもなくまあそのなんですか従業員に給料払うとかそういう会社を維持する上で使ったお金なんですけどなんか300万請求されまして <laughs> まあ払いましたけど結構ね2000万分もあってプラス300万ぐらいが追加できたのあれはもう死ぬかなと思いましたね。 分ちょっと金ないから分割でなんとかなりませんかっつって50万円の分割の半年ぐらいで払い切りましたけど <laughs> あれは最後とどめ刺されたなっていう感じですねうんいや別にその売上金は従業員の給料とか払ってて当時やってたんだけどなみたいななんかやめた後ねとね登記簿当本から外れた後あのねなんかその <laughs> まあでもまあ僕はもう 頑張って払いましたけどね、うん、もう言われたくなかったから、うん、でも僕としてはまあねえあのー、結構会社に尽くしてきたんだけどなっていう気持ちはやっぱまあいろんな気持ちはありましたけどね <laughs>、うん、まあ100歩譲ってそのお金を横領して自分がなんかその自分のあれで使い込んでるんだったらそれは僕の責任あ,のあれですけども,もうやめてね 関係が切れてるけれども、それが来たのは、かなり、まあ、忘れないですけどね <laughs>。うん。やっぱ、結局、やっぱ、まあ、他人というか、うん、なんですかね、あの、孤独なんですよ、孤独。一人、あの、まあ、だから、孤独が最強かなと、自分、自己成長するために、やっぱ、他人にた頼らないと。 で自分の人生をいろいろ後悔してでそこから学びを得てで成長していくっていう、うん、ことがいいんじゃないかなと思いますね、うん、だ後悔することがたくさんあればたくさんあればあるほど学びにもなるしでもそれが深くなければ学びに変わらないでただのだぼやきになるだろうしねああみたいなねだけどそれは深ければ深いほど、うん 何かの人生の糧になるんじゃないかなと思いますね。僕はまあいろいろ深めちゃめちゃ深かったんでね。まあ、久保さんの本当にあの一人でね、麻雀店を掃除してる時の心情、気持ちはね、めちゃくちゃわかりますね。<laughs> なんか、いろいろこうやってきたんだけどなみたいな。結局俺一人か、みたいな、ね、俺何やってたんだろうなみたいな、ね、うんここには誰もいないみたいなね。 まだまあね、いろいろ最近の話も言ってますけど、やっぱやった人しかその気持ちは分かんないんで、うんまあ、僕はマージャン店はやってないけども、まあ、同じような、なんかね、えー、なんだ、気持ちは体験したことあるかなと思いますね。まあ、ちょっとシチュエーションも違うし、なんかいろいろ違うんだけども、本質的な、なんか、つながる部分はあるかなと思いますけど。 まあ後悔も中途半端な後悔だったらまあ中途半端、まあ、まああれでしょうね学びはないですねうーんだから深く後悔できるってことは深くそこを追求した探求した深く深いところまで仕事してやりきってるっていうことだと思うんでうん何かにこう熱中してもうねだからまあ与沢さんの言葉で言うならば ぶち抜くほどいろいろやってきたからこそぶち抜くほどの後悔がねいろいろあるんじゃないかなと <laughs> ぶち抜く後悔ですね <laughs>、はい、まあゴッーホーもねいろんなことをこうあの絵をい,いっぱいも突き抜けていっぱいいろいろ描いてきたと思うんですけどうんまあいろんな後悔もあったと思いますけどねうんだから後悔すだからまあ日々その一生懸命やって こうぶち抜くほどこう徹底してやってると、後悔すら人生の物語の一つになるってことですよね。だけど、それをあの徹底してやってなかった、中途半端にやってるんだったら、その後悔は。うんただの。うんなんですかね。ただの。その後悔から価値が生まれることはあんまないかもしれないですね。学びだったら。